みなさん、こんにちは。大隈里奈です。 今日は私が行っているメンタルケアについて少しポッドキャストスタイルでお送りしていきたいと思います。音声と映像は YouTube の方でご覧いただけるようになっていて、音声のみはポッドキャストの方でご視聴いただけるようになっています。そして今日の内容は先に日本語で話した後に英語でも同じ内容を話していこうと思いますので、ぜひお時間がある方は最後までお耳を傾けていただけると嬉しいです。Hey guys, it's Reena and welcome back to my podcast. Today I'm going to be talking about How to stay positive because recently I've been getting this question pretty often, and I just wanted to share with you guys how I maintain my mental health. First, I'm gonna be speaking today's topic in Japanese, and once I finish, I'm gonna switch to English. So, stay tuned, guys. はいそれでは早速本題に入っていきたいと思うんですけれども皆さんメンタルケアってしてますか私はですねフィットネスのインストラクターっていうのもあってボディケアをねよくするんですよトレーニングだったりマッサージだったりでもメンタルケアってここ最近まで全然してこなかったなと思っていてでやっぱりね YouTube にこう動画をアップしたりとかオンライン上でねコミュニティのメンバーみんなと一緒にトレーニングをしていくとなんかちょっと最近トレーニングやる気が起きないんですとかあるいは 仕事とか日常生活でちょっとなんかまあ病んじゃっててトレーニングまで手がつけられませんっていうコメントがねメッセージがたまに来るのでそれを最近あの見ていて何でなんだろうなっていうふうにちょっと考える機会があったので私のねメンタルケアについて今日は少し皆さんにお伝えできたらいいなと思います。 私自身ねなんかメンタルがそこまで弱いわけではないなってちょっとそれを最近思っていてっていうのもやっぱりまあちっちゃい頃からそのメンタルをね強くさせられるような環境に自分があったっていうのもあるんですけれどもなんでこうそんなにすごく病んじゃってもう何もできなくなるっていうことは今まで経験がしたことなかったんですけれどもなんでまあとりあえずね今日は私がそのなんでメンタルが強いっていうか 正常で保てるのかっていうのとあとそれでもやっぱり食らうときは食らうのでその食らったときにどう対処してるのかっていうのを皆さんにちょっとお伝えできたらいいなと思います私のねメンタルがなんで強いのかもしくはなんか自分で言うのもあれなんですけどまあなんか基本は平常心で保っていられるのかっていうと一つはねあの小学校の頃に機械体操を、えー、ジュニアオリンピック選手でやっていたっていうのが大きいかなと思っています っていうのもやっぱり機械体操ってね知ってる方は知ってると思うんですけどあの体全身を使うのも,もちろんすごく集中力が問われる競技でもあるんですね。で小学校の頃その練習してたのは、えー、月曜日から日曜日も1週間ですね水曜日以外の1週間毎日5時間練習をしていたのでその時間っていうのすごく集中しなくちゃいけない時間で結構やっぱり、まあ、好きでやってたっていうのもあるんですけどメンタル的にもね結構あの問われる。 時間だったというか、はい、学校朝ね7時に行くために出てそっからまあ3時ぐらいに学校終わったら4時から練習がスタートするのでもう歩いてそのまま機械体操に行ってたんですねでその間はもうなんか3年生4年生5年生ぐらいかなもうだいぶ辛くなってきてて結構マスクと学校の帽子を深々と被って泣きながらはい行ってたのは覚えています。 でもその経験がすごくやっぱり深く根付いたので幼少期にやってたっていうのがあったのでなので大きくなってもちょっとしたことでこうなんか諦めてしまうっていう感覚はあまりなくなったかなっていうのはあります。 もう一つ覚えてるのは日本の大学にいた時にインドにね1ヶ月半インターンで行ったことがあったんですけどすんごくねつらかったんですよ、はい、今思えばねまあ今思えばいい経験だったなとも思うんですけどあの何をやってたかっていうと要は日本 高校の時に通した日本の塾の先生がインドで塾を立ち上げたので、そこでね、お手伝いみたいな感じで、えー、行ったんですけど、基本私英語は喋れなかったし、ましてやインドって日本と全然やっぱり文化だったりとか、食事も違うので、その中で、あのー、日本語をね、インドの子たちに教えていたんですよ。 そう結構タフでしたよ私日本語は知ってるけどもちろん日本人なので日本語を教えるっていうことは知らないのでその日本語を教えるっていうことをまず学ばなくちゃいけなかったしそれに加えてやっぱり。 あの塾なのでねその塾の経営のことを学んだりとか自分がミスしたらすごくあのそのそ経営にね負担がかかってくるのでミスはなるべくしないようにしなくちゃいけないとかすごくプレッシャーがかかる中でインターンをやってた経験があったのでそこも結構あの鍛えられたかなっていうのはあります。帰帰りたたくても帰れなかかったですねそそうそう,そうだから その経験があってその数年後にアメリカにね私は来ることになるんですけどアメリカに来た時もやっぱり英語はそこまで喋れるわけでもなかったしましてやこっちの文化だったりとか会話の盛り上げ方とか内容とかっていうのがしっかりと自分では分かってなかったから友達救うのもすごく大変だったし相場に入っていくのも入りづらい雰囲気があったので特に最初の3ヶ月間とかはそうそこでやっぱりこう涙を流しながらも自分を奮い立たせて頑張って。 で来れたっていうのはやっぱり小さい頃とか若い頃に経験していたものがあるのかなというふうには 思いますでもねそうは言ってもやっぱり辛辛いい時は辛いんですよもう無理かもと思う時は全然いろんな日常生活の中でもあってそう,そういう時はねもう基本私は涙を流すすようにしています自然とね心とやっぱり体ってつながっているので心が辛いなと思うと体に何らかの、ね、反応が出てくるんですよでそれが多分私は涙なので涙を流すとね結構すっきりしたりするのでそうもう泣きたい時は とにかく泣く泣普通に私公共の場でも泣いちゃうので本当に耐えられない時は涙が抑えられないのでそう,そういう時はもう本当に泣いてとりあえずその場を乗り切ってあとはもうじゃあ怒ってしまったこととか今あることはそこでも仕方がないんだからじゃその後どうしなくちゃいけないのかっていう、はいあのー、スイッチを切り替えるようにしています。ああととはねなんかか、あのー、もうとにかく やっぱりり人間はあの幸せを感じたりとか笑っているとやっぱりこうハッピーオーラが出てくるのでそういうのでやっぱりこうバランスを保ったりだとかあとはやっぱりね私あのフィットネスをやっていてすごく良かったなと思うのはトレーニングだったりとか体をね少し動かしてあげるだけですごくメンタルが安定してくるんですよ。そうこれはね本当にそれこそ最近まで気がつかなかったんですけどちょっとね今日はちょっと朝だるいなとかなんかやりたくないなと思っても本当に ストレッチだったりとか音楽かけて体3分でも動かしてあげるだけで結構ね体はもちろんですけど脳がすっきりしてあよし頑張ろうっていう気持ちになれたりするのでそういう,そうフィットネスを生活の一部に入れるようにして、はい、トレーニングするようになってメンタルを平常に保っていけるようになったかなっていうのはありますね。 そうだから皆さんもね結構なんだろう新生活だったりとか慣れない場所空間とかにいて結構ストレスだったりとかね。あのー メンタルがやられててしまう時っていううっいのはあると思うんですけど別に、ね、それはあって全然いいことだと思っていて私もこういうダウンモーメントっていうんですかなんか自分の好調じゃない時、まあ、反対の時っていうのは人間それがあるからこそまたこう上り上がって好調の時が来るっていうふうに私は信じてるのでそういう時期があってもそれをなんか客観視してあげてこれを乗り越えていけばまた楽しいこと幸せなことが起こるんだからっていうね前向きな感じで生活していけるといいのかなと思います。 なので皆さんもね是非何かちょっと病んじゃったなっていう時はちょっとね気分転換になるようなことをしてみたりとか体を本当に動かしてあげることによって、えー、メンタルっていうのも安定してきますしあとは自分をね自分で認めてあげるどんなに見すばらしい姿でもどんなに自分に満足できなくてもこれが今の自分なんだって認めてあげるところからスタートしてあげると、えー、どん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 良くなっていくかなと思います。 少しでもね、こういう言葉が必要だっていう人に届けばいいなと思っております。皆さんもぜひ、ちょっと自分がメンタルやられたなとか、今辛いなと思っている時にどうやって乗り越えているか、どうやって乗り越えてきたかっていうストーリーがあれば、ぜひコメント欄の方でシェアしていただけると嬉しいです。人生山あり谷ありだからね、一緒に頑張っていきましょう。では、このまま英語バージョンに突入していきたいと思います。 all right so now i'm ready to talk about today's topic in english again today i'm going to be talking about how to stay positive because recently i've been getting this question pretty often before moving into today's topic i want to ask you guys have you ever thought about mental health care seriously i feel like it's kind of big thing in the us so some of you guys say yes while other people May not even consider about it or don't even know what that is. That's totally okay because I honestly never thought about my mental health care until pretty recently. But the reason why I decided to talk about this topic today is because. I have been receiving these questions, comments and messages from you guys through YouTube or any other social media or my online fitness community. And they are saying that they're not motivated to work out, basically, just because of whatever reason. And I totally get that because my life is always like, you know, up and down. And I think most of your lives are same. So I totally get that. And what's most important is how to address about the topic. So, here I'm gonna talk about. Honestly, my mental health is pretty tough. <laughs> I know I'm saying by myself, but just because, whatever reasons, I was a national gymnast when I was in elementary school and I was practicing for like five hours every single day, except Wednesdays. But basically, you know, like if you know gymnastics, that requires you not just like the entire body workout, but also concentration ability and Focusing skills stuff. So, yeah, um, growing up, especially when you were in elementary school, doing that type of workout trained you so much. I got really disciplined by my gymnastic coaches and I honestly didn't like it so much towards maybe like. Fourth or fifth grade, because I remember I was always crying to go to gymnastics from my school, and I was always like hiding my face with my face mask and the school hat. So, yeah, it was pretty tough, but the experience and the discipline are really, really helpful. As growing up, I always feel that because I don't usually give up things really easily. So, my mental health was definitely trained by doing the gymnastics when i was in, I was in the younger ages i was also doing internship later in teenager in india it was pretty tough experience as well i was there for only like one and a half months but what i was doing is basically teaching japanese to indian kids and you know like india and japan they have so much different cultures food of course the language so it was quite tough for me to adapt the lifestyle first of all plus i was working from like 8 a.m. to like 10 p.m. so basically like all i was doing is working at the school teaching japanese to the indian kids not only teaching but also helping the school and whenever i make a mistake that affect the school or company's management so i was really in the tough pressure situation yeah but looking back through those experiences, I'm so grateful that I had opportunities to go through those because coming to the US was also another challenge for me and I could go over those just because I had those experiences. So, overall, I feel like my mental health is pretty tough, but still, I sometimes feel like, oh my God, I can't do this anymore. It's way too hard because, you know, if you believe like mental and body are always connected, and whenever I feel really, really sad or stressed, naturally my tears come out and I started crying even in the public. So when those things happen, I just cry. Wherever I am, I need just to cry, you know? And but also I laugh a lot because like talking, smiling, laughing gives me so much energies and makes it you know like helps me up so those balance is really important for me i do meditate sometimes in the morning to calm down myself and get ready for the day and of course i do the fitness because not just because i'm fitness instructor but also to maintain my mental health balance because i realize that fitness or not even just the fitness just like working out or moving my body even the three minutes a day helps me a lot to stay focused stay healthy and the body and the mental wise so yeah those are the things that i always do and I try to keep keep them as my habit or daily daily routine so yeah whoever needs any help for the mental health there are a lot of counselors around there you can definitely visit and try to overcome your situation but also i recommend you guys to Move your body even just a little bit, it really helps you. And always remind yourself that it is okay to have any down moments because life is always up and down. No one is perfect all the time. It is okay to feel downside, negativities, because that's the life, right? So accept yourself, whatever situation you are, and always. Love yourself. Alright, thank you guys so much for listening until the end. Hope these messages will be delivered to as many people who need as possible. And yeah, I will see you guys in the next video. Bye!